ドミトリー・エゴロビチ・シェービチは、ロシア帝国の外交官。生は、シェービチ、シェービチとも、シェービチ家出身の貴族で、中日ロシア帝国公使、中ポルトガル公使、中スペイン公使などを務めた。1839年6月8日、サンクトペテルブルク生まれ、父はロシア帝国陸軍イワン・シェービチ将軍の、息子である、陸軍大佐エゴール、シェービチ、母は、 ニコライ一世の下で、法務大臣などを歴任したドミトリー・ブルードフの娘、リディア・ブルードワである。1858年に、貴族の指定のための貴族幼年学校を卒業し、1860年1月25日、ロシア帝国外務省に入省。1862から、自重見習い、1873年から自重となる。1860年に、ナポリ、 1862年には、ローマに赴任し、1863年からは、当時最年少の初期官として、ビュルテンベルクに、駐在。1867年に、スウェーデンに駐在した。フィレンツェ赴任時に、ナポリ副領事を兼務し、1872年からは、上級初期官として在ローマ大使館勤務となり、1883年に、同大使館参事官となる。 最終官位は3等分間。1905年4月17日に授与された聖アレクサンドルネフスキー勲章を始めた数の勲章を受賞しており、イタリア、モンテネグロ、日本、ポルトガル、スペイン各国からも勲章を受賞している1905年、ロシア帝国国家評議会議員となる。1906年、ベルサイユ宮殿内で死去し、遺体は、 ロシア帝国墓地のあるビースバーデンに埋葬された。1887年5月22日に、ベーラフヨードロは本メングデンと結婚。二人の間には、子供はできなかったが、シェイビチは、ベーラ夫人が、前夫、アレクサンドルスベルベーエフなどとの間に設けた娘、ベーラスベルベーエワを引き取り、1887年10月21日に、正式に幼女として迎え入れる。 法的手続きを済ませ、シェービチの名を名乗ることを許した。ありがとうございます。